トゲモチセカンドです。ちょっとね、ちょっと今完全にすっぴんで、今洗顔しただけなんですけど、スキンケア動画を出してくださいっていうリクエストがね、結構今までたくさんあったんで、やっとスキンケア動画出します。今日やるのは、普段使いのスキンケア動画じゃなくて、ちょっとね、ここにニキビがね、今ちょっと顎の下がすごい荒れてて、多分食べ物の問題だ、食生活の問題だと思うんですけど、今はね、ニキビ用のスキンケアをやってます。なので今日は、通常使いのスキンケアじゃなくて、ニキビができた時とかニキビが気になる方用のスキンケア方法ですね。じゃあもう早速やっていきます。はい、実は私ちょっとトナー2つ使うんですよ。ニキビの時だけは、ニキビ用の時だけは。まずね、この香りのいい石鹸とかで人気のラッシュさんのティーツリーウォーター、これグレープフルーツの香りですごいんですよ。しかもスプレータイプになってて、これはねしっかり染み込ませます。で次に、これがもう本格的な化粧水トナーとして使ってるやつ、オルビスの薬用クリアローション M しっとりタイプ。ちなみに私はね、コットンつけずに直付けです。コットンに染みちゃったね、液がもったいないなと思って、それだったら全部顔に入れたいと思って、その代わりちょっと多めにね、しっかり長めに手でパンパンやってます。あとね、私右手しか使わないんですよ。左手はもう開ける用とボトル持つ用みたいな、どこかを触っちゃった手で顔でスキンケアするってちょっとね、なんか抵抗があって、変なとこで潔癖症が私出るんですよ。つけ方に関しては全然参考にしなくていいで、使ってるものだけをまあ見てくださればと思います。はい、でね、美容液なんですけど、こちらもう人気のやつですね。なんて呼んだらいいのこれ。ブリーブリーの SOS ジンジョンエンプル、タルミングエンプルって書いてますね。これを使ってます。このちょっと薄水色っぽいやつ、色のやつを使ってます。これすごいね、開けると面白いんですよ。こう回すとシュッてここの部分が上に上がるんですよ。それでスポイトでね、もうこう開けるだけでスポイトで吸い取ってくれるっていう、なんとも使いやすい感じです。手にちょこっと乗せて、これもね、何の香りなんだろう、すごいいい香りがする。なんだろうなぁ、わかんないな。でね、次にアイクリーム、これはもうニキビ関係ないんで、ニキビの時もニキビじゃない時も通常使いもこれです。スワニココのフォーメンテーションペプタインアイケアクリームっていうやつですね。はい、こんな感じになってます。これをね、ちょこっと出して、こういう普通の白いクリーム、これを目の部分にこう上と下でつけて、あんまりね、こすりすぎるとなんか目のシワの原因になるって聞いたから、そんなにこすらずポン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 と入れ込む感じというか、しっかりね、広がる感じでつけていきます。はい、でね、クリームなんですけど、もうこれすごい好き、みんなに推してる、まあ人気で皆さん知ってる方多いんですけど、ドクタージャルトさんのシカペアクリーム、まあいわゆるシカクリームって言われてるやつですね。これね、すごい好き。塗った感じも好きだし、つけてる時にね、なんか変なベタつき感がないんですよ。で、なんていうの、このすごいなんかすっきりとした、ちょっとスカッとするような香りもね、最初なんかんって思ったけど、慣れてくると意外とこれがね、すごくいいなって思い始めました。で、なんかニキビにすごい効果があるって聞いたんで、まあ正直本当に効いてんのかどうかは全然わからないんですけど、でも気に入ってますね。で、これまつげ美容液、これは別に特にこれ私使ってるのこだわりはないです。もういろんなの適当にいろいろ使ってます。なんか麻薬してるんで、まつげにね、負担がすごく大きいらしくって、だからできるだけ地まつげ自体をね、しっかりさせないと麻薬がつかないので。はい、これでね、ニキビがね、口の下によくできてて、これね、ポイント使い用のやつなんですけど、これ皮膚科さんで買った DRX アザクリア AZA クリアっていうやつ、このニキビのね、部分に直接こうつける感じでポイント付けですね。なんか多分食べ物のせいだと思うんですよ。あと寝不足かな。この口の下、顎あたりめっちゃできるんですよね。はい、こんな感じかな。完成しました。もう顔がテッカテカですね。これが私のニキビの日用の、スキンケア方法です。スキンケア方法というか、まあスキンケアで使ってるものですね。まあよかったらね、参考になるかわかんないけど、ニキビで悩んでる方とかはね、よかったら使ってみたいのあれば、はい、ぜひぜひ参考にしてみてください。で、またね、通常のスキンケア方法のやつも出したいなと思ってね、よかったら見てくだされば嬉しいです。以上、トギモチのニキビの日用のスキンケア方法でした。